実力者がどんな立ち回りでレースメイクをするのかにも注目。6番一丸、残り2周回切りました。5番高谷の後ろは3番藤原がすんなりの状態、続いて3番手並んだ状態、1番黒瀬、そして2番本田、後方から6番一丸安坂がジャンで動きましてインギリです。一丸が前に立って2番手5番高谷、3番手は3番藤原の後位、1番黒瀬、外2番本田拓也、まだ並んでいまして4番長谷川辰徳最後方となりました。ホームで6番一丸を叩いて5番の高谷が先頭に変わりました。後ろには3番藤原、3番手は勝ち取る形で2番の本田拓也、回り込んできまして1番の黒瀬浩一が再びそう追い上げていきます。そして後方から4番長谷川辰徳もまくっての攻撃、最終バックでまたペースアップ上げた5番の高谷、3番手もつれて3番の藤原、その上まで来ている4番長谷川と内は抵抗する2番本田拓也、北日本勢の決着濃厚で5番の高谷から3番、しかし藤原追い詰めるが並んでゴールイン、5番の高谷と趣味が押し切りました。